ご無沙汰しております映画監督の天眼大輔です。石橋さん還暦おめでとうございます。石橋さんとは何本か作品をご一緒しましたけれども、いつもその真剣な姿勢、それから真面目に役柄に取り組む態度に感銘を受けておりました。といってもロックミュージシャンでもある石橋さんですので、ただ真面目なだけではなくて、シャレも分かって色気のあるところが魅力だと思います。どうですか石橋さん、還暦になったご感想は。おそらくこれからますます自由に、ますます複雑に、いろいろな表現を試せる、そういう可能性が、広がっているのではないかと思います。また一緒に仕事をしたいなと思っております。おめでとうございます。